賢者アラバスタ様の予言から10年、どれだけこの日を待ちわびたことか。いないらしく、祖父と二人暮らしをしているわけだが、あっ、姫ってさ、高校になってから変わったよな。昔はもっとおとなしい感じだったのに。目立たないようにしようと思うとかえって目立っちゃうからね。髪とかこんなだし、それに私はお姫様だからね、強くなきゃいけないの。それ昔から言ってるよ。続くと思うなよ。そうそう、
いつか手遅れになっても知らねえぞ。あんな可愛い子、俺だったら僕付き合うのに。いや、俺はああいう派手なタイプじゃ。なんでわざわざ。お前もどういう子がタイプなんだよ。まあ俺だったらもうちょっと控えめで清楚な感じがいい。いや、少しくらいは期待したって。姫、いうことなーに、見とれちゃった？まあ、正直者だね佐藤は。よし行こうか。おう。やっぱいいよね、お祭りってテンション上がっちゃう。ねえ佐藤、覚えてる？ちっちゃい頃ここのお祭りで二人一緒に迷子になっちゃって、私たちだけは離れないようにってずっと手を握っててくれたよね。あの頃はかっこよかったのにな。今は違うのか？どうかな。とりあえずなんか食べよう。俺たちは今までずっとこうだった。あ、佐藤、あれ欲しい。一回500円だよ。今の関係が崩れるくらいなら現状維持も悪くないって思ってた。だけど、ところなんだ。そんな、佐藤、今日はありがとね。姫、俺、佐藤と一緒に花火見れてよかった。お祭りも、ぬいぐるみも。どうしてもなのか。本当、最後にいい思い出ができたよ。じゃあね。あ、姫、姫、遠いところって言ってたけど、どこに行くんだ。思えば俺は姫のことを知っているつもりで何も知らない。姫と出会った時のことだってそうだ。何か、私が行くのはこことは違う世界。私ね、
結婚するんだ。え？私はお姫様だからね。どうしようもないの。待ってくれ。だからこれは本当のお別れ。さよなら佐藤。楽しかったよ。姫！俺は何のためにここに来た。今さら姫を見届けるためか。違うだろ。だったら考えるだけ無駄だな。ノカナティカ王女、クリストル・ノバティ・ノカナティカ、ギサラス第二王子、マルマレ・ギアス・ギサラス。誰だ、あれは。姫の後ろからついてきた。汝らはこれより輪に結ばれる。ここは聖なる口づけを持って。何者。姫！佐藤。クリストル姫、彼は下がって。深淵の魔物だ。やはり姫の命を狙ってきよったか。今まで姫を異界に囲いしておいて正解だった。どうも。姫のじいさん。あ、ハートー君、どうしてここに。やはり光の指輪なくしては。クリストル、光の指輪を早く王子に。サタ、やばくないか、これ。サタ。知らない人だし、そんな人と結婚したくないし。そしたら目の前に見知った顔があったから、ついそれでね。ごめん、私佐藤のことを勇者に選んじゃった。あのお方が指輪をですって。別の世界から来たって言うけど、すごいお方なのよ。光の剣で深淵の魔物をずんばらりと。光の王国と帝国、その架け橋となる婚姻の儀式だったはずが。皇帝陛下の知るところとなれば、さぞお怒りになられるぞ。光の輪の君が選ぶものこそが世を救う指輪王となる。僕は、そして彼も旧姓の伝承に従ったまで。そこに父上のご意志も帝国の思惑も関係ないはずだ。第二王子風情が知った口よ。そろそろよろしいかな。そなたらがお目通り願いたいと申すから、こうして時間を割いていただいたのだ。王を待ちわびておる者たちは他にも大勢おるのだぞ。ち、さあこちらへ。深淵を打ち払い、アーヌルスに光をもたらす指輪王のオナミ。あれ様。
佐藤君がこの世界の希望なんじゃ。期待に応えんとな。俺は夢は佐藤だ。いい世界からこの世界を救いできた。指輪を渡したらこうなるって分かってたのに。急にどうした？佐藤は何も関係ないのに、私のせいで。俺は大丈夫。ほら、これから夏休みだし。それに俺は光の君に選ばれし夫、指輪をだろ。そうだけど。それに姫はこっちにいなくちゃいけないんだろ。私はこの世界の人間だから。でも佐藤は。なら俺もこっちにいる。昨日の怪物は姫と指輪を狙ってきたんだろ。俺にしかできないことがあるならそばにいるさ。変な髪の色。不良だよ不良。関わんないどこ。佐藤、やっぱり昔からずっとかっこいいね。うん、なんでもない。ありがとう。ちょっと。あ、ごめん。一応ちゃんと言っとくけど、王族の結婚なんてあくまで形だけのものだし、佐藤のこともつい選んじゃっただけだから。本当、責任とか感じなくていいから。うん、だけどさ、つい、でも嬉しかったよ、姫が俺を選んでくれたこと。本当佐藤は私のこと好きだね。まあ友達としてだよね。もちろん姫は大切な友達だ。そっか。
となることも姫の務めじゃ。それで姫は、まあ今の佐藤君ではそれでも長くは持つまいが、大丈夫、わしも控えておる。そりゃ姫の爺さんってもしかしてすんごい強いの？賢者アスパラガスとか言われてたけど。アラバスタじゃ。はい、南の塔まで魔物の侵入を許してしまってね。姫の身に危険が迫る前に安全な場所へ連れ出すことになったんだ。さっきはありがとう、助けてもらって。僕の名はマルマリギアス・ギサラス、光の王国ノカナチカの隣国帝国ギサラスの第二王子だ。まあ、マルゲリータさん、 ありがとうございました。マルストを呼んでくれればいいよ。それより賢者様、王国は大丈夫でしょうか？深淵王の狙いは今のところ指輪王自身とその指輪、城におらぬと分かれば探索を始めるはず。これ以上被害は出ない。じゃが光の力なくして深淵王の騎士のような高位の魔物を消し去ることは難しい。それじゃやっぱり俺が何とかしないとダメなんじゃ。その佐藤君に力が足りないから逃げとるんじゃよ。足りないってどういうことなんだ？佐藤君の指輪王としての力は今はまだ小さなもの。その力を完全なものとするにはあと4つの指輪が必要なんじゃ。あと4つってこれ結婚指輪なんだろう？ということは、そう、
佐藤君にはこれからさらに4人の姫と結婚し指輪を授かってもらうことになる。そんなの重婚になるじゃん。指輪王とはそういうものじゃ。何の問題もない。どうじゃ、ワクワクするじゃろ。5人の姫じゃぞ。いや、まずはね、ワクワクなんてしませんけど。2部屋しか空きがないなら我々男性は3人で。いや、クリストルを1人にするのは危険やもしれん。ここはわしが一緒の部屋で。え、嫌だし。それなら夫である君が同室ということになるな。さて、明日から行動を起こす前に簡単に話をしておこうか。指輪王の真の使命とは何であるかを。遠い昔、この世界は深淵王の暗き力に屈しようとしていた。人の心は終わりのない魔の襲来に折り砕かれ、あまたの国が死の暗闇に覆われ消えた。指輪王はその闇を払うべく魔力を込めた指輪を作り出した。それは光、火、水、風、土の5つの力の指輪。指輪王はその力により長き死闘の末に深淵王を打ち封じた。その後、5つの指輪は指輪王の妻たる5人の姫により5つの国に伝えられ、代々受け継がれることとなった。姫と指輪王の絆の証、5組の結婚指輪として。そして今、深淵王は復活し、その力を取り戻しつつある。指輪王の使命とは、再び5人の姫から5つの指輪を受け取り、その力でもって深淵王を封じること。それが指輪王の使命。さっきの話だけど、気にすることないよ。結婚なんて形だけなんだから。いや、俺は佐藤、うちみかな、なんともないと思ってたんだけど。脱いで。そんな、いきなり大胆な。こんな時にふざけないで。私のせいだ。いや、これは俺が調子に乗ったからだし。違う、私が佐藤を選んだから。姫。姫、どこに行ったんだ。あ、マルス、そ、どうしたんだい。姫を見ませんでしたか。クリストル姫なら先ほどここを通ったけど。なるほど、指輪王と指輪の姫、その使命の重責に耐えかねることもあるのだろうね。いや、そんな大げさなことじゃ。僕はね、君には感謝してるんだ。正直なところ、指輪王という使命から逃れられてほっとしている。君は彼女を追いかけて異世界から来たんだろう。大切なんだね。そんな、俺はただ愛する者を追うためにそれまでの世界を投げ打つ、そんなたやすいことではない。誇れることだ。悪い、引き止めてしまったね。彼女はこの先の裏庭だろう。あ、はい。ありがとうございました。僕にもそんな勇気があればな。佐藤。
姫が好きだ。友達としてじゃなく、ちゃんと好きだ。俺が今ここにいるのは俺の意思だ。自分で決めた結果だ。だから姫が責任を感じることじゃない。佐藤には覚悟があるんだね。私これでもずっと悩んで、野中姫のだった時のことは全部忘れて、光の輪の君としての使命を果たそうって。この世界のために知らない人とだって結婚して、それ以上のことだって。でも佐藤が追いかけてきたせいで、私の覚悟は全部消えちゃった。だって本当に好きな人と結婚できることになっちゃったんだから。だけど私の夫は指輪王になる。戦って傷ついたり、他のお姫様とも結婚する。大好きな人のそんな姿を見るのは嫌だよ。姫、ごめん。俺、自分のことばっかりだ。ううん、違うの。私、もうやめる。今度こそちゃんと覚悟を決める。形だけじゃない。本当の夫婦として、佐藤と指輪の使命を果たす。姫。佐藤。私を改めてあなたのお嫁さんにしてくれる？ああ。どうしよう。さっきあんなこと言った手前、なんかそういう空気になってしまった気がする。佐藤、私はそのお嫁さんになる覚悟はできてるから。本当にしちゃっていいのか。望んでいたことではあるけど、でもなんていうか。佐藤、どうしたの？違う、うん、こういうのじゃない。え？俺と姫の初めては、もっとこう甘い感じなんだよ。はあ？こういう空気に流されてっていうのは間違ってる。俺の姫への10年間の思いがこんな形で遂げられていいはずがない。何それ、キモい。とにかくこういうのは俺たちらしくないよ。幼なじみから一足飛びに夫婦になったんだ。夫婦らしいことはちょっとずつな。うん、そうだね。どうじゃ、ゆうべはよく眠れたかい？うん、バッチリ。眠れるわけない。なんじゃ、あれから何もせんかったのか。あんなに盛り上がっておったのに。つまらんの。言ってたのか。あっと失言。絆、それすなわち指輪王の力となるからの。二人の絆が深まるのは良いことじゃ。おはよう、ご両人。問題は解決したみたいだね。さあ、これを。異界の服は少しばかり目立つからね。では参ろう。まず向かうのは知識の民、エルフの隠れ里、風のロムカ。エルフって、耳の長いあのエルフ？そうじゃ。その王家に風の指輪が伝わっておるのだ。そしてエルフはとても美しい種族。
となれば俄然やる気が出るな。佐藤君、いや、やめておじいちゃん。本当のお嫁さんは私なんだからね。うん、分かってる。本当に分かってる。ああ、大丈夫だって。もう本当に本当。指輪を外から来るもの、なんとおざましい。深い谷の底、美しく聡明なエルフたちの住まう土地。かつてこの土地は世界の知識が集まる場所として神聖視されていた。しかし50年前、ロムカは突如として突風の障壁に包まれた。これが多種族の侵入を拒む突風障壁。この国も随分様変わりしたものじゃ。おじいちゃん、ここに来たことあるの？昔な。じゃがわしが来た頃はこんな壁などなかった。なんだこいつ、これも深淵王の魔物なのか。いや、これはただの森の獣、まあクマみたいなもんじゃ。なんだクマね、つまりただの野生動物か。だったら危険。バカモン、野生生物に無警戒に近づくやつがあるか。森のクマさんは十分危険だ。すみません。これじゃ逃げられない。早くこちらへ。雲が飛んでった。君たちは何者だい。なぜこんなところに人間が。耳がの声ってことは。風の民よ、助けていただいて感謝する。わしらは、俺は指輪王です。お姫様に会いに来ました。ちょっと佐藤、指輪の国がみんな協力してくれるとは限らないんだよ。そうなのか。指輪王、なるほどね。噂には聞いていたけど。わかった、王宮へ案内しよう。ただうまくはいかないと思うけどね。ロムカへはこの巨木の根の中を通っていく。なんか不便ですね。安全のためさ。ここを通れるような小さい生き物ならさして害はないし、強い魔物は風が退けてくれる。心強いよ。これが風の指輪の国、ロムカ。感じなんだろうね、エルフのお姫様。どんな相手だって大丈夫だ。この世界のために指輪をもらう、それ以上のことはないさ。あれ、誰もいない。あ、玉座の後ろ。あれがお姫様。なんかすごく警戒されてないか。うん、あなたが指輪王様。はい、俺が異世界から来た勇者佐藤です。異世界。そうです。お二人は夫婦なのですよね。ということはもうなさったのですか。え、その、この子いきなり何を。それはまだ接吻してないのですか。そっち。
しようもない閉じこもりの姫君だ。ご覧の通り、我が国の姫はこの有様だからね。指輪の受け渡しは難しいと思うよ。どちら様で？私はジェードロムカ、先代風のロムカ王の長子で、先ほど逃げ出した風の輪の姫君ネフリティスロムカの兄だ。で、君が噂の新たな指輪王か。何をする？離せったら、あんた。しばらくの間、彼の身柄はこちらで預かる。もちろん、あなた方は国賓として扱わせてもらうよ。佐藤。俺、なんか悪いことしましたかね。妹、ネフリティスはね、とてもとても繊細なんだ。ああ、なんていうか臆病っていうか、精神的に幼い。自分の感覚を押し付けるな、人間が。いいか、ネフリティスは天使なんだ。純粋で優しくて、少し気の小さいところもあるが、兄である私のことが大好きな。とてもとてもいい子なんだ。しかしな、訳あって国の外はもちろん、王宮の外にもほとんど出たことがない。それゆえ外の者には慣れていないんだ。年もまだ54だし、結婚するには早すぎる。 54？ ここは一つ兄として妹の成長を温かく見守ってやるべきだろう。お前はただしばらくここでおとなしくしていてくれればいい。何、ほんの80年ほどだ。はっ！そのくらいやればネフも成長するだろう。部長、そっちは良くてもこっちの寿命が。よろしいのですか、このようなことを。構わん。深淵王だかなんだか知らんが、この国は風の障壁がある限り安全。その力の源たる風の指輪を守ること、それこそが何よりも大事なのだ。3日か。まさか本当にずっとここに入ったままか。指輪を。誰だ。あまり大きな声を出すな。お前は5つの指輪を集め、何を望む？世界の平和か、絶対的な力か、それとも美しい姫君たちか。なんだか知らないが、俺が望むのは姫の幸せ、姫との幸せな結婚生活だ。おかしなやつめ、指輪王の絶大な力をたった一人の女に向けるか。気に入った。ついてくるがいい。どうして俺に協力してくれるんだ。私はこの国の行く末を見守る者。深淵王に抗える者は指輪をお前だけだ。それを知りながらジェード王子はお前を捕らえた。全てはあの風の障壁がため。あれはエルフを閉じ込める檻だ。さあ着いたぞ。ここが風の神殿、風の指輪のありかだ。指輪？そう、あれが力の指輪の一つ、風のレガリア。ネフリティスに受け継がれるべきだったもの。
なんであんなとこに指輪が。あのお姫様が持ってるんじゃないのか。隠れろ。毛玉が動いてる。違うぞ、あれは。お父様、お母様、指輪王が外の世界からやってきました。指輪と私を奪い去ろうというのです。でも私は決して外へは行きません。お母様の言いつけを守ります。どうかこの先もこの国の平穏をお守りください。両親の石像に合わせて祈ってるのか。石像？違うぞ。あれは心が死に、体が石と化してなお指輪の魔力を使い続け、風の壁を生む哀れな守り神、先代エルフ王と妃そのものだ。え？誰かいるんですか？気づかれたか。何言ってごまかそうと。バカ者、こんなところに鳥がおるか。指輪佐藤です。指輪まったく相変わらず気の小さい子だ。姫様、どうかなさいましたか。王宮の者に見つかると面倒だな。ネフリティスを連れてこい、指輪を。え、ってどこに。心配するな、ここのことなら何でも知ってる。エルフの長老様にお任せだ。長老？姫様？ネフリティスが消えた？はい、確かに風の神殿に入られたのですが、それから姿が見えず。誰か！ネフリティスを見た者はいないのか！まさか。その子のことは生まれた時から知っている。今はこの有様だが、根は強い子だ。多少の無茶なら受け入れるだろう。使命を果たせ、指輪を手にしろ。ではごゆっくり。え？いやいや、いやいやいや、俺は指輪をもらうだけ。それ以上のことはなし。をしたのだ。ありえない。何も他人を恐れるが。現実を見ろ、ジェード。妹はついた男と駆け落ちした。もうお兄様が一番好きとか言ってはくれんのだ。少し頭を冷やすんだな、ジェード。姫の宿命は風の指輪を継ぎ、指輪王の力となること。お主の行いはネフリティスのためにはならない。ネフリティスのためだと。指輪は未だ父と母の手の中にあり、その魔力により国は守られている。それで良いのだ。ネフリティスに指輪を継がせる必要はない。長老、あなたの館を調べさせていただく。どうせ俺のも洗わなきゃならなかったし。指輪王様は国の外、この世界のさらに外の世界から来たって聞いて。
かに俺は別の世界から来たけどさ、そんな特別な存在じゃないよ。この世界の人間とだって多分そんなに違わないし。どんなところなんですか？え？指輪王様の世界はどんなところなんですか？どんなって、そうだな。やっぱり恐ろしいところなんでしょうか？オークとゴブリンに満たされた海が広がり、道を歩けばドラゴンに襲われる、そんな。いやいやいや、そんな魔物とかはいないし。そういう意味では平和な。エルフはいますか？指輪王様の世界に。エルフ。はい。地下。いや、多分いないんじゃないかな。そうなんですか。もしかして俺の世界に興味があったりする？閉じこもりの姫君なんて言うからさ、もっと嫌悪感があるのかと。ごめん、お兄さんがそう言ってたんだけど、失礼な言葉だったかな。大丈夫です。私がそう呼ばれているのは知っています。それに王宮の外の世界に興味はあるんですけど、怖いのもやっぱり本当なんです。だから普段は長老様にいただいた外の世界のご本を読んだりして、どんな景色なんだろう、どんな匂いがして、どんな感触なんだろうって考えるとワクワクして、楽しくって、どこにだって行ける気がして、本当の私は部屋に行って何もできないのに。おかしいですよね。何もできないか。俺だってそんなもんだよ。え？何か特別な力があってここにいるわけじゃない。好きな人と離れたくなくてこっちに来ちゃっただけだからさ。それでも思い切って飛び込んでみれば案外なんとかなるもんだよ。思い切って。私いつか指輪王様の世界に行ってみたいです。連れて行ってくださいませんか？ご一緒に。うん、それは別に構わないんだけど。ごめんなさい、私お話に夢中で。疑問なんだけどさ、それだけ外に興味があるのに、どうして今まで外に出たことがないのかなって。それはネフリティス。この声はネフリティス。そこにいるのは分かっている。出てきなさい。俺は姫を追いかけてきて指輪王になった。だから指輪を集める使命はあるけど、そのために無理に結婚してくれって言うつもりはない。姫、クリストル様のことですね。俺の扱いはネフリティスに任せるよ。私も頑張ってみます。お兄様もきっと分かってくれると思いますから。離れろ、指輪を。佐藤、お兄様、指輪王様はお兄様の思っているような方ではありません。バカなこと、お前は騙されているんだよ。指輪は父と母の手にあり、それによってこの国は守られているのだ。それは分かっているだろう。それでもいずれ受け継がねばならない時は来るのです。いつまでも庇護されているわけにはいかない。私はネフリティス。私はお前の意志を問うているのではない。お前は父と母の思いを裏切るつもりか。こっちへ来なさい。ネフリティス。さて指輪王、脱獄だけでなく国の宝たるネフリティスの誘拐、覚悟はできているだろうね。待てジェード、全ては私が仕組んだことだ。長老、あなたが何を考えているのか私には分かりません。しかしいくらあなたといえど限度がある。言えたみかジェード、
お前の指輪王への仕打ちも許されることではないぞ。指輪王の身柄は私が預かる。構わんな。わかりました。二度とネフリティスの前に姿を現すな。いいな。心配したんだから。どこも怪我とかしてないよね。大丈夫。牢屋に3日はきつかったけどな。よかったね、美人に助けてもらえて。ん？お姫様ともいつの間にか仲良くなったみたいだし。もしかして焼いてる？いけないの？いけなくなんて。ご挨拶が遅れました。光の輪の君、私はロムカの最も古きエルフ、ペリドート。ノカナティカ王女、クリストル・ノバティ・ノカナティカと申します。長老さん、ネフリティスがアーなのはやっぱり父親と母親が関係しているのか？指輪を、そして光の輪の君、あなた方には知っておいていただきたい。このロムカがなぜ風の壁に包まれているのか、ネフリティスがなぜあのようになってしまったのかを。もともとネフリティスとジェードの母は指輪の第一継承者ではなかった。姉がいたのだ。指輪を外に出さぬため、指輪を守り継ぐため、里の者から婿を迎えるのがエルフの姫の習わし。しかし姉姫は旅人に恋をしてしまった。それも人間の名。エルフたちは恐れた。旅人に指輪の片割れが渡れば里から持ち出されるかもしれぬ。いや、そもそもあの旅人は指輪を奪うことが目的で姫に近づいたのだ。里には様々な噂が流れた。大勢が囁けば噂が疑念に、疑念は確信へと変わる。周りの反対が強くなるほど姉姫の旅人への思いは強くなっていった。だが旅人は突然姉姫の前から姿を消した。指輪を守ろうとする者たちに追いやられたか、消されたか。そんな。指輪のためにそこまでするのか。力の指輪は神話の時代より権威の正当なる象徴、ひいては国の存在理由を示すものでもあるからの。指輪持たぬ国にとっては眩しいものなんだ。当時の里の者たちは安堵したよ。だが突如として思い人を失った姉姫の目に彼らの姿がどう映ったか。絶望と怒りに心沈めた姉姫は呪いの言葉を残しこの里を去った。ロムカは深淵に飲まれよ、指輪の君は途絶えよ、とな。呪いの言葉は我々エルフには重たい。長い寿命を持つがゆえ、いつ来るかわからない復讐への恐怖は永遠だ。年月が経つほどに多くの民が不安に心蝕まれる。それは残された王族も同じ。姉姫に代わって指輪を受け継いだネフリティスの父母は姉姫の呪いに怯えた。そして邪悪な者がロムカに近づけぬよう指輪の力を引き出し風の結界を張った。全ては国と子供たちを守るために。代償は大きかったがな。そしてネフリティスとの約束を残したのだ。風の壁の外に出てはならないとな。これがこの里の今の有様の理由だ。ネフリティスは命を懸けた両親に応えなくてはならないと、そう思い込んでいる。ネフリティス、お母様はもうあなたとお話をすることができなくなります。エルフに寿命はないけれど、心が止まってしまうと体も止まってしまうの。どうしてお母様の心が止まるの？いいですか、決してこの国から出てはいけませんよ。約束です。あなた
愛しいか。お母様。風の指輪を諦める。こうしてる間にも深淵王の軍勢は迫っておるやもしれん。ここで足踏みを続けるわけにはいかんのだよ。でも諦めるのではない、後回しじゃ。今は少しでも早く一つでも多くの指輪を手に入れなくてはならん。今の佐藤君では深淵王の騎士にすらかなわんのだからな。それはそうだけど。あのお姫様が気になるの？マナ、なんか俺のせいで引っかき回したようなもんだし。やっと旅立つか。指輪王など長命なエルフでさえ真実を知らぬカビの生えた昔話。今ここにいる者たちこそ守るべきものだ。ジェド様！何事だ？大変です。風の障壁の内部に深淵の魔物が侵入しました。何？強力な魔物が結界に穴を開けているとの知らせで、わずかずつ手下の魔物を送り込んでいるようです。結界に穴だと？父母の気づいた結界が魔物ごときに。結界の外にはさらに多くの魔物が潜んでいるとの報告を。やはり狙いは風の指輪か。混乱に乗じて障壁を完全に消し、外の大軍を導き入れる算段か。させんぞ！これが、ロカナティカを襲ったという深淵王の騎士か。だが、わけにはいかん。私は守らねばならんのだ、父母の残したものを。間に合ったか。指輪を。貴様、何をしに戻った？言っとくけど、別にあんたのためじゃない。ここはあの子の居場所なんだろ。この前は手も足も出なかったけど、やってみせる。今はパワーも十分だしな。ちゃんと前見て、前。ここで君が倒れればこの世界に後はない。くれぐれも無理はしないでくれ。ああ、追っ払えればそれで上出来だ。愚かな。届かず、魔法の全ては打ち消せまい。叶う見込みもなく挑むとは。そんなの佐藤は分かってます、うん、でも相手がどんなに強くて怖くても、それでも佐藤は守ってくれる。それは私も同じだ。
妹を守る。そう誓った日からそのためだけに生きてきた。私がネフリティスを指輪の宿命から守らねばならんのだ。分かっておいたが厳しいの。もう少し生きると思ったんだけどな。なんでもない、気をつけてね。私の両親もね、指輪と私を守るために命を落としたの。指輪とそれを継ぐ者を守る、その使命の重さは私にもわかるよ。私も守られるだけで何もできない自分の無力さを感じてた。お父様とお母様は自らの命を犠牲にして風の結界を作ってくださいました。私が指輪を継がなくていいように、その思いを守らなければいけないのです。私はあなたとは違います。確かにあなたは私とは違う。でもだからこそあなたはみんなを守れるの。あの時の私とは違う。みんな戦ってるの。お兄さんも長老さんもみんな、深淵王の騎士はすごく強いのに。それはそうするのが指輪を持つ者の責任だから。違う。佐藤が戦ってるのはあなたの居場所を守るため。そのために戦っているの。佐藤様が。佐藤はあんなだけど優しいから、きっとギリギリまで戦う。死んじゃうかもしれない。なのに私にはもう何もできないの。悔しいけど私だけじゃダメなの。お願い、佐藤を助けて。佐藤と結婚して。私にできるでしょうか。佐藤様。
障壁がなくては魔物の軍勢が。大丈夫です。佐藤様の光の指輪と風の指輪があれば。光の輪に選ばれただけのことはあったな。十分に指輪の力を引き出していたぞ。指輪王様、我が国ロムカを深淵王の脅威からよくぞ救ってくださいました。ロムカ王女、ディフリティス・ロムカに代わりお礼申し上げます。どなたでしたっけ？このお方こそ先代ロムカ王妃の姉君、スマラグディ様だ。それって昔指輪のせいで恋人を失ってこの国を出ていった。それがどうしてここに。覚えておらんのか、深淵王の騎士、その仮面の下の顔を。深淵王の騎士の正体が昔の指輪の姫様。見ろ。黒い風の指輪。それで操られていたようだ。今は力を失っているがな。私は指輪を継がねばならぬ運命と、それを知った世界を呪いました。そしてその醜い心に付け入られたのです。知れないやつなのか、深淵王ってやつは。伝説の指輪王との戦いの後、肉体を失い、その魂は遥か北の地、バンナーに封じられたとだけ。しかし姿は見えずとも、深淵王の眷属は人々を襲っている。そして深淵王の騎士を生み出す黒い指輪、脅威は確実に存在するのじゃ。そうか、じゃあ早く指輪を集めてさっさと終わらせないと。あ、そうだ。なんかフラフラする。あれほどの指輪の力を使った後だ。波の王ならとうに死んでいる。その程度で済んでいるのは、二人の姫の絆に守られているからこそ。感謝するんだな。二人の姫。あ、そうか、ついに結婚しちゃったんだな、姫以外のお姫様と。でも俺は。ネフリティス。佐藤様、王宮には治癒の力を持つ泉があります。参りましょう。きっとすぐに良くなりますよ。あなたが賢者と言われる方であるなら、ご存知ではないでしょうか。50年の昔、ここを訪れた若い旅人のこと。私が愛したあの人、殺されてしまったのか、逃げ延びられたのか。それは私があの方に送ったもの。
してあなたが。彼のことは古くからよく知っております。あの人は生きているのですか？彼はこう言っておりました。愛した女性が自分のために疎まれるのは耐えられなかったのだと。今は遠い土地で静かに暮らしています。そうですか。彼はあなたの幸せをいつも願っておりました。こうしてお伝えすることができてよかった。私は見守っていますからね。ネフリティスはもう大丈夫です。それにしたいことも見つけました。行くのか？お兄様。はい、参ります。強くなったなネフ。私が見てきた指輪の姫はみんなろくなことにならなかった。それは初代もしかりだ。新たな指輪王は王としては少々奥手すぎるが、かえってそれが良い方向に働くこともあるかもしれんな。指輪王様は立たれたのか？ああ、もうロム家の領外だろう。そうか。大賢者アラバスタに一度会ってみたかったが。アラバスタ、あの方が。どうしたジソン？あ、いや、何でも。ほれほれ、急がんと野宿になるぞ。はいはい。暑いから気をつけてな。はい。ん？姫、起きたか？もう飯できてるぞ。あ、うん。休めるときに休んでおいた方がいい。それで次はどの指輪の国に行くんですか？水の国に向かおうと思うとる。竜人たちの国じゃ。いいですね。私も行きたいと思っていました。つ大丈夫か？まだ暑かったみたいです。そういえば最近の里はネフリティスにつきっきりだったような。ねえ里、私のは？ああ、ごめん、姫は自分でやってくれ。な、普通そこまでやる？姫火の国に抱きった。
猫人たちのさまよう基地の国じゃ。これがどこで巡り会えるかと思っておったが、この運を逃す手はない。心姫から火の指輪をもらい受けるぞ。水の国は後回しじゃ。そうですか。そんなに水の国に行きたかったのか。親しい人でもいるのかな。でもこんなのどうやって入るんだ。任せておれ。おーい、乗せてくれんかの。早く登るぞ。ほこりっぽくていかん。ネフリティス。ネフリティスはここでお別れです。楽しい旅でした。いきなり諦めた。大丈夫だ、ネフリティス。俺が。佐藤、ネフリティスのことは私が見てるから。頑張って。うん、しょっと。ちょっと、どこ見てんの。うわっと、危な。気をつけて。落ちるとただでは済まんぞ。ネフリティス、よく頑張ったね。もうヘトヘトです。なんかどう見ても商店街って感じなんだけど。ミイラキッタは屈強な猫人たちの火の騎士団。その庇護を受けようと旅の商人たちが行動を共にするうちに、いつしか巨大なキャラバンになった。本に書いてあった通り。うん、よう知っておるの。最初の指輪王の時代に国土を失った猫人たちは車の上に都を築き、武芸を追って世界を回る民となったと言われておる。傭兵団といえば分かりやすいかな。じゃが世界最強の騎士団も今は世界一安全な移動マーケットになっておる。火の国ニーダキッタの寄るところ、全ての町に様々な品が届けられるというわけじゃ。さあ我々はひとまず火の指輪の姫君にお目通り願おうかの。あれ、二人がいない。すごい、すごいです。珍しい本がたくさん。わあ、こっちには薄明備忘録に記されていた今井に合いが。見てください、佐藤様、これは。あれ、なんかはぐれちゃった。やばいかな。
彼ら猫人は強さを一番に尊ぶというからね。ああ、そっか俺の強さがにじみ出ちゃってたか悪いけど俺には心に決めた人が。あの、砂田たずまい、肉好き、名のある剣士様とお見受けします。もしよろしければ私たちとお茶でも外見で判断するものではないですよ。そこの彼の方が僕よりはるかに強い。もう冗談がお上手なんだから。あの子全然筋肉ないじゃないですかところで君たち、僕らはこの国のお姫様に会いたいんだけど、どこに行けば会えるかわかるかな。ああ、また姫様狙いか。わかった、あなたたちも姫様のお見合い希望者ってことね。お見合い、ここが闘技場だよね。はい、ありがとうございます。わー、今ウニアイがたくさん、美味しそう。ちょっと怖いけど意外と甘いのね。口の周りついてるよ、もう。クリストル様は佐藤様にそっくりですね。え、どこが？とても優しいところ。お二人と一緒にいるとまるでお父様とお母様に見守られているようですお母様。いやいやいや、ネフリティスは年上だし、娘ポジションはさすがに無理があるし。え、あ、うん、なんでもない。私、クリストル様に謝ろうと思って。え、なんで？最近私が佐藤様のお世話になってばかりでしたから。そんなの別に気にしてないから。私と違ってネフリティスは本当のお姫様育ちだし、佐藤も世話焼きなところあるし。でも嫉妬しておられるのですよね。うそんなことないこともないけど。愛が深いからこそ心が締め付けられる。それこそ本当に佐藤様を愛しておられる証拠だと思います。お、それに比べれば私はただ憧れを持って見ているだけで、クリストル様のような強い思いはまだ持てそうにありません。そのようなことで私は指輪王様の妻としての使命を果たすことができるのでしょうか。まったく、こいつも歯が立たなかったか。あ、佐藤！姫、ネフリティスも一緒か。なんかやばいよ、さっきボコボコにされた男の人が。え、なんで？さあこちらが姫様との見合い会場です。気を取られていると。ほら。
王とお連れ方、飯の時間だ。よし、少し休憩にしよう。火の姫の夫となる者は強き者でなくてはならない。しかし困ったことに、姫様には国中の男誰一人としてかなわなかった。そこで世界中全ての種族から姫様との見合い相手を募ることにしたのだ。グラナーとニーダキッタ、当代最強の猫人にして姫。俺に勝てる相手なのか？佐藤君の剣の腕では万に一つも無理じゃろうな。佐藤君の意味はなんとなく分かってたけど。その左手のものを忘れたか？いいのか、魔法なんて卑怯じゃ。魔力は魔法使いの筋肉みたいなものだ。それも実力のうちだぞ、旦那。見合いには人間の魔法使いもよく来ている。みんな乗されてるけどな。指輪の魔法は桁違いの強さじゃ。うまく立ち回れば勝機はあるかもね。ほら、もっと食え。食わなきゃ強くならないぜ。おお。今日の見合いか。すげえ。休憩。午後からはじいさんが魔法を教えてくれるってさ。そっか、ちょっと横になって、うん、頑張ってる佐藤にご褒美。すげえいいの。ごめん。元気出る？出るも何も、姫にこんなことしてもらえるんならいくらでも頑張れるぞ。佐藤は単純だね。あのさ、ん？佐藤は別に弱くたっていいと思う。あ、ダメだろそれじゃ。佐藤は5人のお姫様と結婚して指輪を集める。それで指輪の力をしっかり使ってくれれば十分。指輪の強さは絆の力。それは私がちゃんと頑張るから。佐藤自身が無理をして強くならなくたっていいの。それじゃあ俺すげえかっこ悪くない？佐藤はかっこ悪いままでいいんだよ。いいの。佐藤君、そろそろ魔法の特訓を始めるぞ。行ってくる。
その手段は問われるものではありません。それはそうなんだけど、指輪の姫の務めは指輪王様のお力になることです。佐藤様の思いのままになさるのがよろしいかと思います。ああ、そうだな。ありがとう、ネフリティス。もうちょっとだけ自分で頑張ってみるよ。ちょっと頑張ってみたんですけど。おっと、ずいぶん良くなったね。これなら勝てるかな。10回に1回くらいは。それはさすがに無理だね。ですよね。相手はさっきの僕みたいに素直に打ち込んでくれるわけではない。その相手に対応し、先ほどのような動きができて初めて一本取ることができるというわけだ。まあ万に一つの可能性もないというわけではなくなった。あとは指輪の魔法を使えばなんとかなるんじゃないかな。じゃあもう一丁。あれが指輪王か。グラナート様が随分お目をかけていると聞いたが、なんでも一度肌をお許しになったとか。どういうことなんですかそれ。無理。でもそんなことも言ってられないのかも。指輪王が再び挑むんだって。久々の見物だな。なんて強さだ。指輪姫様。佐藤君、ほどほどに頑張れよ。どうしたクリスタル、応援してやらんのか。佐藤君はこの数日あの姫様に認められるため頑張っておったのじゃぞ。認められなくたっていい。私以外のお姫様からは指輪を受け取るだけでいいじゃない。はあ、運よく勝てりゃ王になれるチャンスだったのにな。指輪、ちゃんと見せてくれよ。ずるいよな、指輪を手に入れるだけで強くなれるなんて。指輪、力が欲しければ我の剣さ。我を求めよ。心変わりはないか。ああ、お前に俺を認めさせる。おい、なんだお前は。さっさと戻れ。再戦したければ後日だ。うるさい。指輪、ロムカでは遅れを取った。今度はどうはいかんぞ。指輪を返せ。
には聞いていたが、私の相手としては申し分ないな。弱いやつばかりで退屈していたところだ。てっ、グラナード、お前はそこで見ていろ。あの炎を何とかしなくて。よし、いける。風の魔法だ。風で炎を吹き飛ばせばいけると思ったけど。ここは私に任せろ。何言ってる、グラナートの剣だってあいつに届かないだろ。そうだな、しかし私は諦めるつもりはない。我々一族は古代指輪王と共に戦った戦士の末裔だ。お前が現代の指輪王だというのならば、共に戦い守り抜かねばならんのが我々の使命だ。それがどんなに頼りない男であろうとな。じいさんが言うには、俺はまだ指輪の魔法もうまく扱えてない。でも俺が奴をギリギリまで引きつけて炎を吹き飛ばすことだけに専念すれば。危険だぞ。確かに俺はグラナートより全然弱いさ。それでも俺には俺のできることがあるんだ。わかった、いいだろう。指輪はここだ、かかってこい。指輪まだだ、もっともっと近く、今だ。無事か。はい。猫人って強いんだな。あれ、俺は一体。指輪を、私はお前のことを少し見くびっていたようだ。今は力はなくとも、お前にはその素質がある。認めてやってもよいぞ。私の夫として。しょうがないよね、このために佐藤は頑張ったんだし。いや、まだダメだ。認めてもらうんじゃない、俺が認めさせる。グラナート、改めてお前に見合いを申し込む。改めて確認しよう。勝負はどちらかが降参するか、戦えなくなるまでだ。行くぞ。右が決まるか。佐藤君、落ち着いて。まだまだ。どうしてこんなこと。指輪はくれるって言ってるのに。しないのですか。佐藤様はきっとクリストル様のために戦っておられるのです。私のため。指輪の魔法を使え。まさか私を見くびっているのか。違うさ、指輪の力は姫たちに借りている力、俺の力じゃない。
それで勝っても俺自身は好きな子の前で無様に負けたかっこ悪い男のままだろ。俺は最愛の妻のためにこそかっこいい男でありたいんだ。本当バカなんだから。サタン、グラナートに勝ったらご褒美にエッチさせてあげる。よし。面白い、実に面白い男だ。少し手助けしてやろう。私が代わりに次の一手を見極めてやる。お前は声に集中していろ。そうすれば一瞬だが早く動ける。それじゃ案ずるな。これは指輪の姫の力ではない、お前自身が引き込んだ好機と思える。なんだかわからんが分かった。それでいい。どうした、あの応援で気が動転したのではあるまいな。こちらから行くぞ。消えた。上だ。何？私を任したのはお前が初めてだ。私はお前のことを真に認めなくてはならんな。今すぐ配下の者に準備させよう。待て。何を待つことがある。私はもうお前の妻だ。それとも私のこの体では不満か。そうじゃない、俺には戦略があるんだ。姫と戦略が。佐藤はすごく頑張ったと思うし、これはご褒美だし、こういうことも夫婦だし必要だし。ヒヤヒヤしておったが、指輪を私に認めさせると言ったら、あの言葉嬉しかったぞ。あのさ、分かっている。お前は私の動きの先を完全に捉えていた。ただの偶然か、それとも別の何かがあったのか。どのみちあの勝利はお前自身が諦めずに引き寄せた結果、私はこれで満足だ。安心させてよ。
時本気で嬉しかった。姫が応援してくれてさ。でも姫とちゃんとするのはあっちの世界に帰ってからにしたいんだ。所詮こっちは俺にとって非日常だ。関係を進めるんだったらあっちできちんと姫と一緒に前に進みたい。佐藤、それにそういうことは何かの代わりだとか駆け引きするもんじゃないと思うし。うん、ありがとう。なんか気が軽くなった。でも私のために頑張ってくれた佐藤に何かご褒美あげたいな。佐藤がしてほしいこと、したいこと、一つだけ何でも聞いてあげる。うっ、あ、じゃあ俺は姫のおっぱいを揉みたい。え、姫のおっぱいを揉みしなきたい。しょうがないな、佐藤はエッチだもんね。いいのか。どうぞ。グラナート？ネフリテス？もうまだろかし！わだ！私はもう18だ。猫人の中ではもう息をくれ扱いなんだ。これ以上クリストル様、あれ？くれるな。もう再び？私は形にはこだわらん。指輪王の体操は守られたのであった。Thank you.